いかにして古物は存在するのか現実に存在するのは個体だけって言ってもいいんだけど、じゃあその個体がなぜ成立してるのか全くわからない,いこれがね、個体の不思議さとか、普遍よりもはるかに謎めいてる不思議な存在だよね。こんにちは、ネオコートユーミンでございます。今回中性哲学講義は、ドゥンス・スコトゥス。 このもの性っていうことを扱います。ドゥンス・スコトゥスっていうのは、まあ、中世後期に活躍した哲学者で、えー、有名なのはその存在の一義性っていう存在一般についての哲学。もう一つが個体化の原理っていう個体とか普遍に関する哲学ですね。今回はですね。 このネオ哲学史では、個体化の原理の方についての詳しい説明を行いました。普遍論争っていうのをですね、アベラールとかのところで何度かしたこともあって、まあ連続性ってことで個体化の原理っていうことを扱ったという感じですね。個体化の原理っていうのは、いかにして個物は存在するのかっていうまあ問題を扱った哲学ですね。 基本的に個体とか個物っていうのは何かっていうとこのものとかこれって指させるようなものを個体とか個物っていう風に考えるととりあえず分かりやすいかなと思います。だからこれってこのマウスとかねこのペットボトルとかね単純にマウスとかペットボトルとかマイクっていうのは 一般名詞の個体じゃない。このマイクとか、このマウスとかって言うと、個物、個体ってなる。その、このっていうのがつくっていうのがポイントだってことをまず理解してください。それが個物。人間とかもダメで。ネオとかって言うと個物になる。わかる <laughs> まずということです。じゃあなんで古物の存在が問題になるかっていうと、古物ってのは一見めっちゃわかりやすいように見えて、実は普遍よりもわかりにくいっていうか、謎めいた存在なんじゃないかなっていうのが意外とある。どういうことかっていうと、まあ僕らは人間なわけだけれども、人間ってのは普遍なわけですよで。共通の性質を取り出して、まあ犬とかマウスとか何でもいいんだけど、それを人間とか動物とかって呼んでるわけだけど、子は取り出せないわけじゃない。 共通な性質を取り出せるけど、この部分っていうのは取り出せないわけですよ。これ伝わるかな <laughs> ネオからネオ性、まさにネオであるものを取り出してくださいって言われても、取り出せないわけよ。例えば、タイに住んでるとか、タイに住んでる哲学 YouTuber って言ったらもう一人しかいないから俺になるんだけど、<laughs> でもそれって <laughs> あ、これ一人しかいねえな。 一人しかいなくても、太,太陽とか個物で一つしかないんだけど、それはもう個体だっていうふうには言えないみたいな論理も一応あるんだけど、それは複雑なんで省略します。俺もよくわかった。<laughs> ちょっとタ,タイに住んでる哲学 YouTuber と俺しかいねえから悪い例だな。困っちゃったな。でもまあとりあえず、仮に他にもいるとしたらもうネオと区別がつかないわけだよね。だから、取り出そうとしてるものってタイに住んでるとか、えー、哲学 YouTuber とか、一般的な性質になっちゃってるわけ。個性っていうのを取り出そうとしてもできないわけ。 なのになぜか指させるものとして存在した。なんか指させる性質って取り出せないんだよね。指させるっていうことだけがあるっていう。伝わるかななんかこの辺。<laughs> 取り出そうとしたらどうしても一般的普遍的な性質になっちゃうってこと。言葉を変えれば個性とか,かけがえのなさとか唯一無二とかっていうふうなことも出てくるわけ。取り出せちゃったら個性じゃないっていう可能性があるからね。<laughs> まあまあ、それは。 余談として。じゃあでも実際に個体はある。個物っていうのはたくさんあるから。じゃあどうやって個物っていうのを区別というか認識するのかっていうので、アリストテレスから言われてたんですね。で、アリストテレスはもう質量、肉体だって言ったんですね。ソクラテスと、えー、誰だっけまあアルキビアでいいや。ソクラテスとアルキビアデスを区別するのは質量だって。肉体だって。いうふうに言ったんですね。 いや、これはさすがにみたいになって、で、トマスは指定された質量、ちょっとかっこいいというか、エレガントなことを言ったの、ね、よ。それは、その時その場所に存在する質量によって、こう特定できるって論じたんですね。でも、これ細かい説明は抜くけど、ことさ、これちょっと問題があるって。 個物の性質とか特徴、質量って捉えるのはもうダメだっていう話になったんですね。個物の存在を説明するのに質量や形相といった概念では不十分だって考えたんですね。形相ももちろんそうだ。形相ってそもそも普遍的なものだから、個体化の原理にならないってことです。じゃあ、この根拠づけてるもの、この原理って何かって言った時にスコティスはこのもの性っていう言葉を一応使った。 されている本当に細かいこと言うと、この物性っていう言葉、スコトゥスは重要なところでは全然使ってない。なんか知んないけど、この物性っていうので、スコトゥスを説明するのはよした方がいいみたいな見解もあるんだけど、とりあえずこの物性っていうのを使っておくとね、個体化の原理っていうのはこの物性であるって話をしたわけ。で、この物性って何だよって話なんだけど、 これがね、スコテス、まあ、明快な見解を全く出してないんですね。出せないっていうのが近いんだけど、このもの性っていうのはもうまさに古物のなんか究極的な原理ですとか、なんか究極の実在ですみたいな、そんなこと言うんだけど、いやだから、そのこの物性ってのはそういうことだろう。じゃあ何がその実在性なんだよみたいな、そういう話なんだけど、とにかくこう理解しすべきっていうのは、個体っていうのは、 いかなる係争とかを媒介せずに直接成立することを意味している。そういうふうに理解できるんじゃないかどんな原理によってももう係争とか質量とか他の概念によっては個体っていうのは全く説明できないもんなんだ。個体っていうのは全く我々の理解を超えてる原理によって成立しているって考えないといけないっていう見解を出したと思うんだよね。じゃあそれが何なのかそれはもう理解を超えてるから分からないっていうのが多分スコティスのこのもの性でとりあえず差し当たって言えることかなと思います。 不思議ですね。現実に存在するのは個体だけって言ってもいいんだけど、じゃあその個体がなぜ成立してるのか全くわからないっていう。これがね、個体の不思議さとか厄介さとか、普遍よりもはるかに謎めいてる不思議な存在だよねって言ったことの意味っていう感じですね。スコトゥスのね、このもの性について非常に難解でですね、まあまあ我々の理解を超えてるしわかんないってスコトゥス自身が多分言ってるんで、まあこんなもんなんですけれども <laughs>。 そんな感じでこのもの性の概要っていうのを説明いたしました。では次回はですね、オッカムっていう、まあ、ちょっと有名でスコットスを批判したって言われる人の説明をしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ごきげんようさよなら。